VTuber 育成って書いてますね。これ KDDI の記事なん、KDDI AU ですね。僕 AU なんですけども、キャラクターで動画配信するバーチャル YouTuber、VTuber の育成事業の参入を検討しているですね。VTuber って僕は YouTuber は聞いたことあるんですけど、YouTuber っていうのは聞いたことないんですけども、一体どんなものなのか、ものすごく興味があります。今日気になった記事がありますので、読んでいきたいと思います。ですね、KDDVTuber 育成、KDDI、AU が画面上に映し出された、キャラクターで動画配信するバーチャル YouTuber の育成事業への参入を検討している。人気 VTuber を育てることで通信量が増加するとも判断。誰でも VTuber を体験できるように専門機材を揃えた。体験施設も整備し、VTuber の裾野を広げる。VTuber は運営者が声や動きを連動させたキャラクターをアバター、分身として動画を配信する手法。ちょっとはっきり分かりませんね。何のことか分からない。KDDI は高速大容量の第5世代 5G 移動通信方式の実用化で、画像をやり取りするように個人同士が動画を送信し合うようになると見込む。匿名性を好む国内では自分の見た目を変えられるアバターの利用が動画配信の主流になると分析している。このため KDDI は視聴者が自分のアバターを作って人気 YouTuber と VTuber と交流できる仕組みを整備。視聴者側も動画を配信できるよう地ならしをする。また、VTuber 動画の撮影には専用の機材や撮影スタジオが必要で、個人が動画を配信するのはまだハードルが高いため、必要な専門機材を備えた施設も整備する。KDDI は動画の配信や視聴で通信データ量が増えれば、通信量の増収も含め、見込め 5G に対応した通信端末の販売促進にもつながると見ている。すごいですね。これなんかこういう未来を暗示しているような世界ですね。そして現在5000人以上いる VTuber にはゲーム大手のスクエア・エニックスなど大手企業の参入も相次ぐ。ただし、安定した人気を得ているのは一握りで、完成度の高いキャラクターを作るには高い技術が求められる。 KDDI のビジネスインキュベーション推進部の中馬和彦部長は、一般の人に親しんでもらうために象徴的なキャラクターを幅広く揃えたいとしている。 KDDI は昨年9月、グリー傘下で VTuber 事業を手掛けるライトフライヤー、ライブエンターテインメント WFLE との業務提携を発表した。 WFLE はスマホで VTuber の動画を配信し、視聴者と交流できるプラットフォームを運営している。すごいですね。ぜひこれ、ちょっと僕もこういう世界に勉強していきたいと思います。所長、ありがとうございました。